賃金が向上的に上がって国民の幸せ、これがですね本当に享受できるもの、一時的ではなく持続的に上がっていくことが非常に大切だと。経済同友会と労働組合の全国組織連合は今日来年の春闘を前に会談し、賃上げなどについて意見交換をしました。会談では向上的な賃上げが必要だという認識を確認した上で。 人件費の価格転嫁などの実現に向けた課題について話し合われました。